ボンジョルノ。今私はローマの必見スポットの一つ、そしてイタリアのシンボルと言っても過言ではないでしょう、コロッセオの中に来ております。コロッセオのこの建物ですけれども、紀元後70年にベスパシアヌス帝という古代ローマ帝国の皇帝がこの中を闘技場として作ります。楕円形になっておりまして、なんと楕円形の大きい直径188メートルもあるこの巨大なコロッセオ、実は向こう側に少し再現されたのがアレーナと呼ばれる、要はあそこで闘技場として使われていたのですが、実はこの下なんだか檻のようになっていますが、ここに実はこの剣士と戦う猛獣が収められていた檻になっています。でこの後特別入場でこの下の方もご案内いたしますが、なんとこのコロッセオは1階席はやはり貴族、重要な人たちの席が少し再現されています。大理石のベンチのような席があったんですが、すべてこの大理石は今現在サンピエトロ寺院の工事のために持っていかれてしまったんです。ですからあのベンチがぐるっと1階2階席そして3階席にあったというのがわかります。1階席はそういったお金持ち、2階席が騎士たち、そして3階席は一般市民だったということなんです。なんと入場料は無料だったそうですよ。やはり皇帝が市民のストレス解消のためにこういったコロッセオを建設したそうなんです。でこのコロッセオ1階部分と、そしてこの2階部分には普通の入場料で上がることができますが、この3階部分とそしてこの地下のところは、10ユーロでですね、特別イタリア語と英語のガイドさんがついています。